奈良市の庁舎の在り方をめぐる問題で、今日新井知事が奈良市議会の勉強会に参加し、庁舎の移転を進める自身の案を説明しました。市議会の主要3会派が開いた勉強会に参加した新井知事は、移転建て替えに伴う関連費用を211億円と想定した上で、このうち150億円は市役所の土地の売却や交付税などで賄えるため、実質的な費用は61億円とする試算を披露しました。そして現在の場所で耐震改修をしても25年ほどで建て替えが必要となって、新たに170億円を費やすことになるとして、現時点で移転することが将来的な負担軽減になるとの見方を示しました。耐震強度が不足し、大地震で倒壊する恐れがある奈良市庁舎について、中川市長は6月市議会に現在の場所での耐震改修の費用を計上した補正予算案を提案しましたが、市議会の賛同を得られず、対応は白紙となっています。一方、新井知事は平城宮跡に隣接した工場跡地への移転を提案していて、奈良市の対応が注目されていました。奈良市では今月22日から市庁舎問題を検討する臨時議会を開催する予定です。市民にとってより良い提案としてですね、知事のアイデアがあるということであればですね、それを門前払いをして全く検討もせずに答えを出すということはないです。今日の段階で実際に臨時議会にどういう内容のものを出すかというところまでは正直未定という今段階であります。